ただいます。ただいま何時？午前5時30分でございます。うちの研究員、エミちゃんです。エミちゃん、頑張りましょう、今日は。よろしくお願いします。投げ釣り 初挑戦らしいので、はい、お願いします。はい、海ですね。すごい、いいですね。さあ、着いたよ。さて、林さん、ここどこ？ここ鴨川。鴨川といえばシーワールド。シーワールド、はい、あの子シーワールド。おお、じゃあ林さん、はい、エミちゃん初挑戦だったんで、うん、まず仕掛けから全部教えてあげてもらっていいですか？うん、はい、で今日はね、天秤、スーパーシグナル2重りウッドシンカー、まあ竿に合わせて適当25号ぐらいから30号ぐらいまでで、自動張り止め、砂釣りがついて、で仕掛け、はい、これが今日はちょっとあんまり欲張らずに4本ぐらいでいこうかなと。はい、砂利目です。砂利目くん、はい、頭をブチッと取って、でまあ一匹を、まあ今日のちょっと砂利目ちっちゃめだから2等分かそこいらだね。このぐらいちっちゃく一口サイズでチュルッと入るように。もうじゃあつけてください。はいはい、はい、あれあれ掴めるの？余裕です。余裕ですか？掴ってる。あ、おレディーですか？レディーです。これはちょっと予想に反してましたね。キャーっていうのを想像したんだけど、そこでパワーアイサメっていうオチだったんですけどね。いきますよ。はい、それで構えた時は左手を高く上げて、うん、で重りの重さ感じて、はい、うん、それで、はい、前へ。うん、行ったけど、まあ 20m ぐらいのところに落っこったかな。はい、でもなんか当たったような感じがしたんですよ。はい、いることは分かりました。さあ、じゃあ本題のホワイソンに行きますか。なんで今前に林さんの餌つけちゃった。うん、じゃあ回転走行いきますね。はい、何色？今7色ちょっとぐらいですね。7色というと何メートル？7色っていうと、1色25メートル、175メートルぐらい。ね、でまあテーパーもついてるから ね、180m、190m ぐらいっていうところかな。ちなみにさっきエミちゃんが飛ばしたのは何メーターですか？20m ぐらい。投げてから、着底を待って、はい、ゆっくりと、リールを巻きながら、探ってきます。そんなところ、まあスルスル引けるところっていうのは何もないところなんで。重くなったり、なんかちょっと石がコツコツと当たったりするようなところでは、引っ張る速度を遅くして、魚の当たりを待ちます。当たった？うん、じゃあ手前に今日魚いるよ。当たった？うん、また釣れた。ははははキス釣り簡単でしょ？簡単。俺が出てる番組と一緒だな、なんか女の子に釣らして。それで林さん、はい、砂利目で彼女の反応がちょっとつながらなかったんですが、ね、今度はじゃあ、うん、ホワイソメで。そう、今日竿が緑だから、あの青いソメの緑色でいこうか。ね、房状に入ってるんだよね。よいしょ。で、こっからね、1本
プチッと切っていただいて、さっきと同じようにね、うん、こっち動かないからいいとか、すいません。だってエミちゃん噛まれることに快感を覚えてるから重りの重さを感じといて、はい、それで構えて、はい、左手ってどう言ったっけ、左手を前にして見るって言わなかったっけ、はい、今左手全部下だったんですか、そうですね当たった？当たりました。うん、巻いちゃっていいよ。でもね、あのほら針が4つついてるわけだから、頑張れば 4匹連で、そう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 、来る可能性があるんだよね。うん、そう、釣れました。釣れました。これはパワーインソメ丸飲み、これパワーイソメだったんだけど、パワーイソメでね、どっか行っちゃったかな、これ。あ、入ってる入ってる、もくんちょもくんちょ、ヒラメも釣れるよパワーイソメって。よいしょ、メールかな、よっ、ほら本当だ、ほらパワーイソメ丸飲み、よっぽどお前好きなんだな、ほらこれ見て、よいしょ、ほらほら、ごっくんちょー、よいしょ、これ1個このまま入ってたんだね、今顔よりでかいよ、ね、さあやるよー、はーい、当たった？おお、当たった当たった、おお、ガンガン当たってる、釣れちゃった。でもね、一つはね、ツバメコノシロだったんだな、また。はあ、ぼちぼち釣れてるね。そうですね。今日、ね、うん、魚ちっちゃいですよね。ちょっと見てみましょうか、もう一回。ほら、こういうのもいるよ。ほら。本当だ。ほら。ほら。ほらま。君釣ったのなんかこの辺じゃないの？ワカサギ。こんなのとか。ワカサギだ。ちっちゃいということにして、じゃあ今度はこの細いやつやってみましょうか。そうだね。うん。はい、お、細いって書いてある。はい。はい。それはいいサイズですね。ねえ。ねえ、こっちがさ、青磯だとするとこっち砂利面になったよね。あら、似てる。いつもちょっと今日ちょっと気持ちちっちゃいからね、うん、チュルッといけるんじゃない、3等分だと4等分でもいいかもしんない、今俺3等分にしちゃったんだけど、うん、こんな感じで、はい、まあ波打ち際から10メーターぐらいでこれ横ったぞ。でもそれでも釣れちゃうかもしんないんだよな今日は。当たった、あの距離で釣れちゃうんだからすごいよな。それもダブルだもん、波の裏にいっぱいいるんだよこれ。当たった当たった、おいた。ちょっと可愛いけどね。ちゃんとほら。わあ、イソメ食ってます。やっぱ細い方がいいですね。細い方がいいね。うん。チュルッとね。チュルッと入るみたい。
下も当たったんだけどね、通れちゃったみたい。うん、はい。さっきより難しくなってきましたね。でしょ上げてくるとだからこういう状態になってきちゃうわけよ。酵素の場合揚げ塩になると水温が若干下がる傾向があるんで、それで食いが悪くなったり、うん、午前中はエミちゃん入り食いだったけど白くなってきましたもんね、うん、そう。ちょっとこの辺でテスターの異常見せてください、まあ、そうだね、ちょっと頑張っちゃおうか、うん。今当たったね。当たりは入ったけど。え、それついてんの？え？釣れてんの？多分ついてんじゃないの？はい。ちょっと三色ぐらいのところかな。で下も多分当たってたんだけど乗んなかったね。三回当たりが入ったんだ。はい、おはようございます。こいつ食いしん坊だな。ほら、ほら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 、ちゃんと食ってるよ。ね。エミちゃん頑張ったね。いくついるこれ？数えた？数えてないです。数えてない？結構釣れました。ね、うん、最初入れパクだったもんね。そうですね。うん。だってね、20メートルも投げてないぐらいで。ちょろちょろっと巻くと当たったとかってすぐ言うんだもん。ポチョンで当たりますね。ポチョンでね、うん、で、ずるいことにエミちゃんの釣り見て、あ、ポイントあそこだっつってそれを真似てね、釣ったんだけど、はい、なんかね、自分たちはあんまり釣れなかったね。うん、うん、潮を上げてきたらね、魚がね、遠くなっちゃって、うん、今はもう三色よりちょっと先ぐらいなんだよね、はい、うん、ちょっとエミちゃんじゃ届かなくなっちゃったもんね、はい、最後はね。でも本当ね、短時間だったけどね、うん、よく釣れました。はい、さてじゃあ今度はお昼食べ行こう。お腹すきましたよね。お腹すいたよ、はい、ごめんなさい、いつもコキ使って。そうだよ、はい、もう2時だよ、2時。じゃあ早速行きましょう、飯食いに。ね、はい、はい。